尾張名古屋は城で持つの言葉通り生まれ変わる名古屋に、昨年11月中部圏最大級の複合ビル JP タワー名古屋が竣工しました。名古屋駅直結のビル内に本年6月17日商業施設切手名古屋が開業、個性豊かなショップとレストランが36店舗出店しました。名古屋駅前の再開発は着々と進み、あちこちに新ビルが竣工。老若男女の人の流れもトヨタ自動車のようにアクセル全開となっています。その切手名古屋1階正面フロアに井村屋が経営するフランス・プロバンス地方のパティスリー&カフェラ・メゾン・ジュボーがオープン。自慢のスイーツやショコラに女性客の熱い視線が集まっています。店内のアトリエではジュボーのフランス人シェフパティシエが創意工夫を凝らしたオリジナルのパティスリーに腕を振るい、ロカイユを筆頭にマンディアン、プチガトー、マカロンなどを提供。プロバンス地方を彷彿とさせる風景画や創業者ジュボーファミリーの写真が飾られたサロンでは、朝食からランチ、軽食などをショコラドリンクとともに楽しむ女性の憩いの場所となっています。ジュボーの原点を知る広松店長に名古屋店のアピールと日本における展開についてお聞きしました。今まで広の限られたスペースの中ではできなかった部分、お菓子も含めまして規模が少し大きくなりましたので、今回は生ロカイユですとか古いコンフィですとか今まで紹介しきれなかったものをどんどんアピールしていきたいと思っております。東海にまたジュボーファミリーがやってきたということで、名古屋の皆様にもこの南仏の美味しいお菓子を味わっていただいて、皆様の笑顔が見られれば嬉しいなと思います。